どうも、田畑ブラザーズです。兄のよしきです。本日もですね、凡人の皆様からいただきました。素晴らしいコメントありまして、そのいただいたコメントがですね、選抜甲子園で田畑さんが思うすごかった監督トップ5を教えてくださいと。素晴らしいコメントいただきました。そしてそのコメントをしてくれた方がですね、僕の YouTube ライブとかにも結構参加してくれてる高1のクソガキです。ありがとうな、クソガキ。まあ面白そうやね。で、僕やっぱ散々ね、おい、青森山田の監督カスすぎやろとか、あと、どこやったっけ、愛工大名電は僕が監督したら絶対勝てますとか、散々言ってきてるし、和歌山の監督は俺がしたら両方試合勝てたとかね、もう自信満々に言ってるんですけど、そんな僕は指導者に全く興味ないんですよ。まあ、自分が全く興味ないんで、おそらくそれぐらい言えるんですよね。やるつもりもないから。そういう、まあ、行き過ぎた発言をしてしまうんですけども、まあ、今回は、本当に選抜の大会を見てて、大会を通して俺はすげえなと思った監督さんを発表していきます。もちろん、お会いした監督、います。この選抜大会中に。山梨学院の吉田監督さん、中央学院の相馬監督、実際にお会いしました。俺はやっぱりね、この2人の監督っていうのは、関東出身なんですけど、リスペクトしてますよ。その一緒に飯食ったからとかそういうのじゃなくて、普通にね、多分みんなも見てたらわかると思うんで、出ないと勝てねえよ甲子園で。というわけでトップ5ということなんで、一応順位付けさせていただきました。僕は野球指導者でもありませんし、ただの高校野球好きなだけなんですけど、高校野球好きなだけなやつっていう目線で見てくださいね。例えばですけども、よく解説してらっしゃる高島監督さんとか、明徳の馬淵監督とか、そんな人と俺を比べやんといてな。全然違うから。俺はただ高校野球ファンとしてやってるだけですからね、ちょっと頭いいだけだから。というわけでコメントからいただきました。選抜甲子園すごかった監督ランキング第5位、八戸学院光星、開幕戦の戦い方。これはね、賛否両論あると思います。おお、ただこいついつも采配してへんだけやんけとか。僕はどっちかっていうとそっち寄りなんですよ。考え的に基本動かないんで、光星の監督って。俺はそれは知った上やねんけど、あそこまで動かんかと。で、その動かんのにやっぱり選手がこうしてた、答えてたっていうか、あれが正解なのだからっていう判断を、まあやったのか普段からそうしてるのかっていうところなんやけど、普段からそうしてるんやったら、普段のと同じことをあの場面でできるのはすごいことやし、俺が監督やったらあの場面は絶対動いてたところを動かずしてタイブレイクで勝ちましたからね。先行で、確か。そうやんな。先行で勝ってるから。やっぱりね、確か光星って開幕戦無敗なんですよね。うん。で、俺はその開幕戦無敗っていうのは知ってたけど、予想にはその開幕戦無敗っていうのは入れてなかったんやけど、この試合を見て開幕戦の戦い方って多分これちゃうかなっていう風に僕は感じました。なので、まあ5位ですけど、俺はすごいなと思いました。ただこの開幕戦の戦い方だけすごかったと言わせていただきます。その他はどうやったんやっていうのは俺に聞かないでくださいね。皆さんが判断してください。はい、こんな感じでですね、ランキングの方どんどん発表していきます。それでは選抜甲子園ですごかった監督ランキング第4位、報徳学園。秋の大会見てた報徳が冬を越えて春の選抜、ここまで変わってくるか、仕上がりすぎてえぐい。こんなチーム変わるんかってぐらい秋からこの春変わってました。で、それをやっぱ指揮する監督は俺はすごいなと思います。ただこのね、僕は1位にしたかったんですけど、決勝戦、大チャンス、ノーアウト2、3塁で無策、無得点。俺、あれはもう一生忘れないんで、一生根に持ってます。なので、多分3位以上に上げることないっすね。ほんまに。あの采配は。誰が言うとんねんってな。でも、すごいなと思います。仕上がりすぎなんよな。俺が一個気になるのは、2年生が確か二遊間守ってんねんけど、それこそ去年の選抜とかやったら、2年生がダブルエースで、今朝丸投手と牧投手が
今年は3年生で投げてて、去年は2年生投げてたんやけど、去年から思ってたんやけど、その2年生のメンタルの強さ、あれどこから来てるんかなって俺は報徳ですごい気になりました。はい、それだけ監督に尋ねたいですね。それでは選抜甲子園すごかった監督ランキング第3位、大阪桐蔭高校です。西谷先生69勝おめでとうございます。それではすごかった高校ランキング第2位、山梨学院です。正直えぐいっすね。ベスト選抜ベスト8なんですけど、まあ昨年選抜優勝して、今年も2年連続で選抜出て、まあどうかなと思ってました。正直まあ大会前お会いさせていただいてね、僕にはねやっぱ今年本当に力ないんだよと、でもなんとか勝たせてやりたいっていう話はしてて、おそらく監督さんも試行錯誤してたと思うんですけど、ベスト8だよ。まあくじ運が良かったとはいえね、やっぱすごいっすよ。で試合の戦い方見てても、1回戦京都がいないし7対1、2回戦創志学園4対0、完勝やもんな両方で。両方ね、僕が見る限りは選手の力っていうのはそこまで変わらないよね、相手チームと。でもやっぱ野球がうまいんよ、すごいなと思います。あのね、やっぱ関東でもトップクラスで野球のがうまいんで、これで確か今2年生が中心でやってるから、このままねまたねその地盤引き継いで、このうまい野球っていうのがどんどん洗練されていくんじゃないかなっていう風に僕はやっぱこの大会を見て思ったんで、まあ、うまいポイントっていうのはやっぱその流れのポイントつかむんがうまいっていうか、まあ、たまたまなんかも知らへんねんけど、まあ、選手たちもおそらく感づいてはいるはず、ここは絶対流れをこっちに呼んでこなあかんな、こういうプレーせなあかんなっていう意識持つもたへんだいぶ違うんで、そういう意識がまず見えるっていうところと、あとはまあ細かいっすよね野球がね、ワンプレーワンプレーしっかりやってくるっていう、隙のないチームになってくるんじゃないかな。まあ関東でも僕は本当にねトップレベルだと思いますよ、その隙のない野球っていう意味では。まあ本当に目指すべきところ、なんか一番この出場チームの中で練習見てみたいなって思うチームっすよね。どんな練習してんねやろっていう。だってまあほんまに選手には失礼やけど、選手レベル低いんよ今年。2年生中心っていうのもあるけど、あれそれであんな甲子園で勝てるってぐらいの感じなんで、練習一番見てみたいなって思うチームでしたね。それでは選抜甲子園すごかった監督ランキング、栄えある第1位、中央学院の相馬監督です。まあ正直中央学院勝てたんは相馬監督のおかげだと思いますね。すげえよ、やっぱりまず初勝利っていうところなんやけど、まあ、もちろんその初勝利は目指してたというかその第一目標ではあったんやけど、結局その初勝利目指して甲子園入ると入ってたらベスト4まで絶対勝ててないしっていうところと、あとはやっぱそのゲーム内容と、選手との信頼関係っていうのは一番感じましたね。青森山田戦倉波投手を引っ張ったところっていうのは俺はすげえなと思いましたし、系統がねほんまにこのチームも俺は難しいと思ってて、系統のタイミングっていうのは本当に監督さん頭悩まされると思うけど、あれはすごいなーっていうのと、あとはまあ走塁面であったりだとか攻撃的な走塁、ツーアウトランナー三塁からのセーフティーバントでのあのオールセーフの形を作ってだとか、あとはねやっぱ冬場、目的のある週休2日、選手たちのモチベーションを上げながらこの選抜ベスト4に導いたっていう、休んでも勝てるんだぞっていうのを証明してくれた監督やと思うんで、これでね真似するチームが増えてほしいなと思います。っていうか新しい風を吹かしたような監督っすよね。僕は何回も言ってるけど、中央学院の選手たちが俺はめっちゃ羨ましいなと思う。俺はやっぱ高校時代そういう環境で野球ができなかったんで、なんか楽しそうにプレーしながらも絶対に厳しい部分あるやろなっていうところがプレーの節々に見えますよね。それが見えるチームが中学院であって、そういう厳しさが見えないチームが青森山田なんですよ。青森山田はだから練習とか環境とか厳しいんかもしらへんけど、プレーに厳しさは見えないんで、プレーの細かいところに。中学院は、緩いとこ緩いけどプレーに厳しさが見てて見える。多分
試合見てた凡人の皆様もおそらくそれぐらいは気づけるはずっていうところが見えたんで、まあ春の評価では第1位とさせていただきました。でも夏帰ってこないと僕はもう最下位に落としますよ監督。今1位ですけど、僕もうほんまに夏甲子園連続でこのチームで出れやんかったら最下位に落としますからね。それはもう僕は監督の気の緩みやと思ってるんで、相馬監督見てる限り俺は緩まんと思う。結構勝ちに貪欲な感じやったから夏の大会も楽しみです。今回はですね、コメントからいただきました選抜のすごかった監督ランキングを教えてくださいということで、この采配が良かったというところを発表させていただきました。3位だけね、ちょっとおかしな情報入りまして、大阪桐蔭の西谷先生69勝おめでとうだけという風になってしまいましたが、3位とさせていただきます。まあ、僕がやりたいのはね、すごくなかったランキングトップ5やりたいんですよでもやっぱりね、コンプライアンス上良くないということなんで、すごかった監督というところでやらせていただきました。今後のこの発表させていただいたチームの動向もチェックしながら、夏の大会に向けて期待したいなと思います。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。